左サイド宮澤中央福森に預けますが、こういったボールを回収するのが札幌です。さあ今日2ゴールの鈴木武蔵から今度は右サイド、どうするか、グラウンダーのボール決まった5点目札幌。まだ後半が始まって時間がそれほどなっていませんが、長崎は5失点ということになりました。今ねここの鈴木選手が受けた位置が良かったですね。まあこの時に長崎のディフェンスが中にこう集結した状態になってしまっているので、この早坂の